それでは始めたいと思います。まあ皆さんおなじみの、この仏像の写真を見てほしいんですけども、まあ今日の私の話はこの仏像に始まりこの仏像に終わるっていう感じで、というかこの仏像が全て物語ってるっていうのは私のその、結論なんですよね。つまりいやウィキペディアをその見たら、そこに確か載ってなかったけども、かなり昔に誰かこの見とれちゃって近づいて、指を折っちゃったっていう事件がありましてね。で、この一般の参観者がそういうふうにして、この仏像を鑑賞してると非常に感動をするという、でその人の感動っていうのは、日本人が誰でもおそらくこの仏像の写真を見たり、さらにその直接拝観するような機会があったら感じることだと思うんですよね。で、ということはこの仏像繁華思想ですけども、の美というか、この繁華思想が象徴しているところの精神世界というものを日本人は共有していて、しかもそれはその現代の日本人が共有しているだけじゃなくて、この仏像が作られたこのもう1000年以上前の当時の日本人の感覚というか美意識というか精神世界というものを現代の日本人も共有しているということになるんじゃないかと思うんです。で、ここがだからその今日の話のポイントなわけですけども、実はこの仏像が朝鮮半島で作られたものか日本で作られたものかっていうことについて、いまだその論争と言っていいのことか知りませんけれども、決着がついてないんですね。で、もともとは比較的最近まではこれは当然その朝鮮半島で作られたものだというふうに見られてきたんですね。でそれはこれはその木造の彫刻なんですけども、使われているその材木の種類から言って朝鮮半島由来だろうということだったんですけども、どうも必ずしもそうでもないと、両方その日本列島にもっぱらってわけでもないんだけど、そのほとんどその朝鮮半島のでは、当時自生してなかったと考えられる材木を使ってる部分がかなりあると、しかも重要な部分で使ってるということで、一体そのどちらで作られたものであるかわからなくなってきたっていうことのようです。で、なんだかさっきの像と面影が似てるなと思われるかもしれませんけども、やっぱりこれも繁華思想で、全くその異なる、お寺にある仏像で、これはそのこれもまた比較的最近まではそんなその昔のものじゃなくて江戸時代の、ものだろうというふうに思われてたんだけども、最近の研究でそうじゃなくて、この広隆寺の繁華思想と同じような時期に作られたものらしいということになってきたんですね。で、この同じ繁華思想であるということを、ただしこちらはその金銅仏ですから、金銅仏っていうのは銅に金メッキを施したものですから、さっきのその、木製の仏像とはその、材料は違うんですけども、しかしその面影というかそのスタイルというか、それは非常に似通ってますよね。で、これも朝鮮半島から由来したものである可能性が出てきたわけです。
でこの、なぜその、品じゃないなのかということですけども、それはその品の仏像というのは基本的にその石仏であるのに対して、その光隆寺の繁華寺像は、木造ですし、こちらのこの仏像は金堂仏であるということで、この木造の仏像であるとか金堂製の仏像であるというのは、当時の朝鮮半島と日本に共通することであって、当時の品ではほとんど見られないことなんですね。でなおその今まで朝鮮半島朝鮮半島と言ってきましたけども、よりピンポイントで申し上げますと白百合なんですね。でこの、極めてその、高度な精神性において、朝鮮半島とりわけその白百合とですね、この1000年以上前ですけども、1000何百年前以上前ですけども、とその当時の日本がその精神世界を共有していたというふうに、この思わざるを得ないことになります。で、この当時の精神世界というものと現代の日本人はやはりその意識を共有しているということになるんですけども、このおそらくですね、このそういう美意識、その精神世界というものを現代の朝鮮半島の人々、まあ、韓国の人々と北朝鮮の人々がいるけれども、それは必ずしも共有してないんだろうということになるというか、そういうふうに私は見ているわけです。でこの、千数百年前の日本と朝鮮半島南部とりわけ白百合が、そういうその精神世界を共有していたのではないかという、そういうその直感のようなものは実はその随分昔から私は抱いてはおりまして、まあその光隆寺のこの仏像のことに思い至ったのは最近ですけども、多分それをその、遡ると私高校時代 の文化祭で、この、朝鮮の日本に及ぼした影響というテーマ の、この展示をまとめたことがあってですね、はっきりとした記憶はないんですけど、多分 当時からなんとなくそういうこの考えとか印象を持っていたのではないかというふうに思われるんですね。それはずっと昔の私のコラムにもちょっと書いたことがあるんですけども、1975年頃に、まあね、74年から76年まで、アメリカのスタンフォード大学に留学をしていましたけども、その時にそのマンション形式の、学生寮をシェアしてた学生が韓国からの学生で、 後に、韓国の高麗大学の経済学部の教授になった男ですけども、彼とその、そうしょっちゅうその喋ってたわけじゃないんですけど、そのたまに喋るときに時にその、朝鮮半島とか日本の歴史に絡む会話を交わすことがあって、そういう時になると常に彼はかなりその向きになって、その私のこの習った日本の教科書に書いてる話は間違いであるということを主張したわけです。で、その、まあ、そういうその歴史の話だけじゃなくて、その歌謡曲の話もしたことがあるんですけども、で彼はその韓国で流行ってるって言っても当時 の1970年代半ばの話ですけども、流行ってるその、歌はこういう歌だと言って私に、テープだったか何だか忘れましたけども聞かせてくれたことがあってね、私が
これ日本語歌謡曲じゃないないのって言ったら彼がまた怒っちゃいまして、いやとんでもないと、これはその、韓国プロパーの歌謡曲であると、歌であるというふうに言ってたんですけど、まあ、そういうその歌謡の中でこの歴史の話にも触れることがあってですね。で、このミョマナなんてのはその存在しなかったんだということを彼は旅行に、これよく知られてる話ですけども、私に言うので、そんなそのミョマナが日本のとかなんとかっていうその発想そのものがおかしいんじゃないかっていうふうに私が言い返したんですね。でどういうことを言ったかっていうと、当時のってなった方は昔のですね、その日本でいうところのミョマナが朝鮮半島の南部にそのあったと目される時代においては、朝鮮半島の南部と北九州とは同一文化圏だったのではないかというふうに私は思っていると。そうなってくると、その どちらがどちらのとかどちらのものとかいう発想はその馴染まないんじゃないかというふうに彼に言い返したんですけども、そういう言い返し方をするとますます彼が激高したりなんかして、でもまあまあそういうその、ことも含めて留学をする、あるいはあの外国経験をするということは意味があるといえば意味があるわけですね。で、その冒頭にも申し上げましたように、じゃあその私のそういう当時彼に対して言い返したその考え方はいつ芽生えたのかということになってくると、どう考えてもその高校時代ではないかということですね。で、高校時代にその朝鮮半島日本に及ぼした影響ということを、まあ、展示で、この説明するにあたって、若干のその朝鮮半島史の勉強をしたのが、そのなんていうんですか、私が能動的に何かを勉強したっていう、この初めての経験だと思いますね。もちろんそのいろんな本を読んだとかいうことはあるわけですけども、何かテーマを設けて、自分でいろいろ考えて、調べて、さらにそのそれを自分の考えを修正するなり、あるいはそのそういうそのいろいろ調べたり考えたりしたことを発表するということを初めてやったという意味では、だから能動的な勉強を初めてその時やったと。ちなみにそのこれもコラムに書いたけど、大学に入ってその初めて能動的な勉強をやったのも駒場祭の展示でありまして、その時はその日本の新興宗教当時のね、それを取り上げて展示をした記憶がありますけど、それがだから能動的な勉強の2回目ですね。それから実はそのずっと そういう意味での勉強っていうのはしてなくて、割と最近っていうか、だからその、役所を辞めて、それからその自分でそのブログを書くようになってきてからのことではないかと思いますね。その間は単なるって言ったら叱られちゃうけども、単なるその、この、社会人役人の一人として、まあその自分の意識の上では普通に忠実にこの仕事をしていただけだったわけですけども、まあその間いろいろとその考えさせるところはあって、問題意識は持つに至ったんだけど、だからその問題意識に基づいて何かをきちんとこの調べて発表したりっていうようなことは断片的には文字であってて、そういう断片的なものをかき集めて最初の著書にはしたんですけどね、まあ選挙に出る都合上ってことはあったんだけども、やっぱりその、高校時代とか大学に入った当時にやったような形でのその能動的な勉強っていうのは、役所を飛び出してから改めて始めたということになって、今回っていうか、その前の前ぐらいからこの朝鮮論をこのオフ会の場でしゃべるようになって、まあ、大変その懐かしくその高校時代のことなんかも思い出してるっていう、そういう状況ですね。で、ですからその、本日申し上げたいことは、まあ、すでにそのディスカッションの中で、本日お話しすることの、その、まあ、原稿を
アップしていますので、そちらを読んでいただければいいって言えばいいんですけども、また かいつまんで そこの中に書かれていることを、ご説明をしたいと思います。ね、まずその、第1点は もう何度もこの申し上げていますように、かつて朝鮮半島南部と日本列島とは、同一その、文明圏に属すると。な、先ほど私はその、スタンフォード時代 その、韓国人学生に対しては、同一文化圏であったというふうに言ったんですけども、まあ、それをその同一文化、文明圏であるというふうに言い換えた方がより適切だと思って、今回そういうふうにさせてもらいました。でもう一点は、そのかつて朝鮮半島南部と日本列島は同一文明圏であったにもかかわらず、しかもその、その中で その中でその、朝鮮系といったら、これまた語弊があるのかもしれませんけれども、朝鮮半島南部にはその日本人もたくさん いたんだけども、そのだからその妙ななんてのもそうなんですけども、それ以外のだからその朝鮮系の、3つの国があったわけで、その中 その白木、というのは、朝鮮半島の後に統一することになるんだけども、その、白木と日本が最もだからその精神、世界においては近しい関係にあったということが第一点で、で第二点としては、しかしその白木はその統一を果たしてから、この変節をするわけですよね。その変節と言っちゃその、朝鮮半島の人は怒るかもしれないんだけれども、日本の文明から離脱して、シナの文明を採択することになるわけです。で、現在に至ってということになるんですね。で、さまつなことといえばさまつなことなんだけども、この白木が朝鮮半島を統一したというふうに普通言いますし、それから我々も一般にそういう認識なんですけども、朝鮮半島の人は必ずしもそういう認識ではなくて、白木が統一したのは朝鮮半島南部であって、北部には当時高句麗が最初北国がいて、高句麗もやっつけて白木が南部は全部統一するんだけども、高句麗の丘陵全部をこの吸収したわけじゃなくて、その後渤海っていうのができるんですよね。で渤海も高句麗もそのこれもその厳密に言うと難しいんだけども、似た系統の国で、ある意味じゃ渤海は高句麗の継承国家なんですけども、朝鮮半島の人々はだから白木が朝鮮半島南部を統一した時代を渤海と新羅の、南北時代というふうに、呼んでいます。まあそれはともかくその渤海の後にその滅んでしまって空中分解してしまうことがあって、他方その新羅の方はこの、またその、内乱時代みたいになっちゃって、その事実上の三国時代の復活みたいな、形にはなるんだけども、それはそう長くはなくて、その高麗に、この変わっていくんですよね。で、とにかくそのではまずその第一点のどうして、かつて朝鮮半島南部とりわけ新羅と日本列島は同一文明圏に属するということが言えるのかという話になるんだけども、それは、その縄文時代 その末期にすでにその密接な交流が両地域の間にあったということが、明らかになっています。
でそれで人の交流もだからそのそれに伴ってというかあのそれその前提としてあったんですね。でその関係がそのいわゆる弥生時代に入るともっと密接なものになって、このでこの日本については私が何度も申し上げているように縄文文化とこの弥生文化が融合する形で日本文明というのが生まれるんですけども、朝鮮半島南部に関しては縄文時代における日本列島との関わりっていうのが弥生時代に比べるとやや希薄ですから、これはこの言葉を変えて言えば縄文文化面がやや希薄な、しかしその縄文性と弥生性を合わせ持っているという意味では日本文明と共通のそういう文明であったというふうに想像されるわけです。これはその弥生文化の中核になっているのは稲作ですけども、稲作といってもいろんな形のものがあって、そういうものをつまびらかに見ていくと、今言ったようなその朝鮮半島南部と日本当時の日本との密接な関係っていうのは浮かび上がってきます。さらに他の根拠ですけども、こういう図は昔 その日本史の教科書でご覧になった方は結構いらっしゃると思うんですけども、この、まさにこの部分ですよね。この部分は別にそのこの時期だけじゃなくて、その前に、今朝鮮半島に存在した最初の王朝として、実証的に裏付けられているその永氏朝鮮というのがあったんですけども、永氏朝鮮の時代も、やっぱり南はこういう状況で、このこういう状況のところがもっとその北の方まであるんですね。で永氏朝鮮っていうのはこれはその明確にその領域をその指し示す根拠はないんだけども、おそらくこの辺りにあったんだろうというふうに思われています。で永氏朝鮮っていうのは春秋戦国時代にその永っていう国があったんですけども、その早く滅びてしまいますけども、その人たちが、この朝鮮半島に流れてきて作った王朝だろうっていうふうに言われていますけども、当時から要するにその朝鮮半島の南っていうあたりはその平の観点から見ると空白地帯なんですよね。で、私もその、教科書でこういう図を見た時はその大して何も感じず、かつまたその高校の時にその朝鮮半島の日本に及ぼした影響っていうのをいろいろ考えた時もあまりこの図についてその考えることがなかったんだけど、今更ながらそのこの図を見てみると、なんでこういうふうになってるんだっていうことを思うんですよね。つまりっていうか朝鮮半島の時はその普段の共闘法っていうのは残って、そこからその米軍韓国軍それからまあいわゆる国連軍ですな、それがその持ちこたえて、それでそこからその仕事していくわけですけども、それはなんでここが残ったかっていったら、これはまあ要はその兵隊線が伸びきってね、北朝鮮がそれでここでもってそのだからその均衡状態になって。それでここに線みたいなものが引かれたっていうだけの話だってね。で、まあ、その何が言いたいかって言ったら、自然国境ができそうなようなその地形っていうものは何もないんですよ、この朝鮮半島のこの辺りでね。でにもかかわらずどうしてその
ここまでその勢力が及ばないのかってことです。英氏朝鮮っていうのは流れ者が作った朝政権、ね、だったんですよね。だからその力がないというなかったのかもしれないということになるかもしれないんだけれども、この酪農軍とかなんかその四軍を作ったのはその、最初から四軍なかったんだったかな。まあ、とにかくその、この朝鮮半島の北部まで領土にしたっていうのは漢の武帝なんですよね。で武帝はご承知のようにそのベトナムの北部も領有して領有化していますし、それから西域にもどんどん進出をしている人ですね。で そういうその何て言いますか、非常にそのしそのまあ悪い響きかもしれない侵略的な人がどうしてそのここで立ち止まったのよっていう話になるわけです。そうするともう一つその武帝っていう人がこの何て言うかな、そのいわゆるその支那的な鎖国体制っていうものの考え方っていうものを打ち出した人なんですよね。つまり、この領有化するってことはそのメリットがなきゃいけないわけだけれども、メリットは何かって言ったら、肝心にとっては基本的にはそのお金の話になるわけですよね。まあ、お金ってそれはそのお米でもいいんだけど、作物でもいいんだけど、要するにその、物質的なその利益がなきゃその領有しないわけだけれども、このな何もその抵抗しないんだったら、自然にまさにこの自然国境の先端までこの支配が及ぶはずなんだけど、なんでここで、止まるのかと。でしかし身売りが少ないかって言ったらそんなことありえないんで、この現在でも朝鮮半島の北部は畑作地帯で南部が稲作地帯ってものすごくその雑白に言うとね、そういう話になるわけで。どう考えたって稲作地帯の方が生産性が高いわけですよね。だからその身入りはたくさんあると、物質的な利益がたくさん得られるにかかわらずどうしていかないのと。だもう一つはだからその身入りとその身入りを確保するためのコストをものすごく重視するわけですね。コストっていうのは統治しようってことなんだけども、何よりもその結局その反乱が起こったりですね、なんかが頻発するようなところだと それを鎮圧したり、からその兵力を前線にその張り付けにしなきゃいけなかったりね、そういうのはその願いすぎだと。そんなそのだからその身入りとそのコストとの費用便益分析をやって、それに合わないところは鎖国を地中の中に形の上で組み入れることにする、というそういうそのポリシーっていうか戦略っていうものを武帝は打ち出すんだけど、それにここが入らないってことはどう考えても、だからその身入りはあるんだけども、それ以上にやばいというふうに彼が判断したに違いなわけですね。じゃあその要素は何かって言ったら、いやその日本文明なわけですよ、私に言わせれば。としか考えられないということです。でそれはだからその今その物質的なメリットと、それからそれを維持するための軍事を中心とするコストって言ったけど、だからしかしその日本文明の場合はもう一つあったんですね。つまりなんかそのここの連中は侮れない、そのこの当時その文明っていう観念があったのか知らないけども、とにかくその単なる野蛮人としてこの片付けられない、ある意味ではその非常にその仰ぎ見るようなそういうその、ものを感じるということであったのではないかというふうに想像されるわけです。でまあそういういろんなことを総合的に勘案してですね、ここはその行かないというふうに決めたんじゃないかということです。でそれはそのだから遡って英氏朝鮮の当局者の判断でもあったんだということになるわけです。でそのなんかその日本文明っていうのは素晴らしいっていう感覚があった、その支那人の間にあったんじゃないかっていうことをその
これまた想像させるのがその女服伝説ですよね。これは知ってる人が多いと思うんだけど、不老長寿の薬を求めて女服を秦の始皇帝が派遣しようとしたっていう伝説ですよね。でそれに対応する伝説は日本列島の方にも各所に残ってるわけですけども、ただまあその伝説っていうのは 何かそのあの実態っていうものを反映している部分があるはずなんで、それが私の言うところの、だから今現在その、日本人 その平均余命っていうのは世界一ですけれども、この、ずっとその、全体としては平均寿命が短かったあの、こういう千数百年 前においてもそうなんだったんじゃないかと。で、この私のこれまで何度も言ってるように、その文明の上下っていうのは突き詰めて言えば、そのどれだけその平均寿命が長いかによって、この判断できるっていうことになるわけで、でもちろんそのより正確に言えば、単に生きてるだけじゃダメなんで、健康年齢がどれだけその長いかということによって文明の優劣というのが決まると。だからそれはその 現在と同じで、当時もやっぱりこの日本文明のところは、みんなが健康で長生きだったという事実はあると思うんですね。そういうこともあって、非常にその何て言うかな、その羨望の念、敬意の念を持っていたと。で、何か最近その私がそのディスカッション上で毎日のようにサラチナ等を引用して、その現在の、中共の人々、いやもうその特にその中共当局がですね、いつも日本を羨望の念でもって見ている。で、あの日本にあの学ぼうと毎日必死にいろんな日本の側面をその探し出してきては、ああだろうこうだろうと非常に好意的に取り上げて、それを見習うようにどうもその人民に、もしかしているように思うんだけども、その構図っていうのは当時も同じだったんじゃないかと。それで、そういうことをこう反映するのが、その、シナの歴代の王朝が残してきた、その、史書なんですね。それによれば、この、シナギとか、このクオクルも入っちゃってますね。クオクルのでクダラ、この三国ともその日本を歩みてて、日本の彫刻になったり、それからアシナの方の彫刻になったりを繰り返してたというような記述が、その何度かこう出てくるわけですけども、それがこの私が今話していることの裏付けの一つです。で、先ほどからその朝鮮半島南部って言っても特に下着なんだっていうことなんだけど、このなんで下着なんだっていう話ですよね。で、このな何度も言ってるように、もう一回その側面を見せるのですからやめますけども、要は交流時の繁華シーズンに戻っちゃうわけだけども、その、あれはくだらでもなく高句麗でもなく白木なんですよね。で、白木でできたのか日本でできたのかわからないようなぐらい、その要するに当時の精神世界は共有されていたと、その白木と日本との間にね。で、その白木についてこの少しその詳しく見ていくと、まずその、白木 その王家っていうのは、これまた面白いことにその3つあるんですよね。で、その3つの王家が、これはまたものすごく雑白に言っちゃったら、この、皇太で王様になると。で、それはその、この古代だけじゃなくて、白木が滅びる頃にもまたそれが若干繰り返されるんですね。で、そのうちの一つは、の王家は、日本人であったことは多分間違いなさそうだということが言われていますし、もう一つの王家についても、日本人である可能性もあるし、いずれにしても日本と関わり合いが非常にあった人たちの王家であると。で、
だからその日本との関係が直接出てこないのはもう一つの大きな、ただそのそれはその金さんなんだけどね、その金家がこの新羅の王様になったケースが大部分ではあるんですよ。大部分であるんだけれども、そういうふうにその特にその新羅の立ち上がりの頃は、その3つ の王党の間でこのいろこの王様を出し合ってて、そのうちの二系統は日本人ないしは日本と密接な関わりがある人たちということですから、これはまあこの、当時その日本と新羅が精神世界を共有するのは当たり前だっていえば当たり前になってくるわけです。なお似たような伝説があるのはこの最終塔なんですよ。これ地図に載ってないけど、最終塔にもそういうそれ日本王党が日本系であるっていうか、その王党が確立される時期に見とった人たちが、その女性ですけども、女性たちが日本人だったっていう、そういう伝説が残っています。でもそういうその伝説は百済とか高句麗にはないんですよね。あとはそのこのところ、そう昔じゃないそのコラムで書いてる話ですけども、例えばその少なくともその支配層を中心として、このいわゆる男系とか女系っていうのはあるんだけども、男女両系と形成っていう非常にそのユニークな、そういうその何て言いますかね、その社会制度が新羅にあったんだけども、それは当時の日本の両系制とその非常に似てるんですよね。ちなみにどうしてその日本がその男女両系制になったかというと、これも簡単な話、縄文時代は女系制で、いや縄文文化は女系制で、弥生文化は男系制で、でその男系制の方が支配階層になる形でその日本文明っていうのはできるんだけれども、結局支配階層の方も非支配階層に影響を受ける、で影響を受けることもさることながら、その非支配層をそのうまくその統治し支配していくためにも、非支配層の文化っていうのを取り入れざるを得なくなるわけですよね。そこからその男女両極統制が生まれたというふうに私は見てるんだけども、それとほぼ同じものが新羅にも当時あったということになりますし、それからもう一つその女性天皇、まあ、その女系天皇だな女性天皇だなっていう難しい話が現在、まあありますけれども、その昔はその、女性天皇っていうのは珍しいことじゃなかったことは、ご記憶の通りですけれども、新羅でもその、白石を通じて女王が3人出てるんですけどね。でそういうことも高句麗や百済では一例もないんですよね。だからっていうか、そのこの、女性がその、まあ、今の言葉で言ったら元首になるっていうのは極めて異例な話であってね、だって昔はその戦争ばっかりしてるわけだから、その戦争の時に先頭に立てない人間を元首にするっていうのはセオリーに反するわけですけども、そのセオリーに反することをやっていたのが当時の日本であり新羅だったということになるわけです。それからもう一つ、その人生の伝統ですね。人生っていうのはいい政治を行う伝統っていうの、いい政治を行うっていうか、元首というものは良い政治を行わなければいけないと、民のことを思ってね、そういうこの発想っていうのは日本人からすれば当たり前なんだけど、これも私のコラムに何度も書いてるように、その世界的に見れば極めて少数派に属するわけで、それに似たようなことをその言ってるのはイギリスだけなんですよね。アルフレッド大王の事跡なんかを紹介するときに、そういうその、民のことを考えた、その民のための政治を行わなきゃいけないという考え方が打ち出されていますけども、日本の場合はもっとそれははっきりしていることになりますけども、それに似たものが新羅においても存在して逆に言えば、新羅はその
コウクイとクラをやっつけてその朝鮮半島南部プラスアルファを、まあ、その領域とする事実上の、まあ最初の統一国家を、朝鮮半島に樹立しますけども、それはその、結局その新羅がクラやコウクリに比べて、より良い政治を行ったからという面があったのではないかというふうに見られるわけです。それからさらに言えばそのシャーマニズムの伝統ですね。で、シャーマニズムなんていうのはこれはその遡ればそのどの民族どの文化どの文明にもあるかのように我々は思ってますけど必ずしもそうではない。で少なくともそのシャーマニズムが、現在もその生き続けている社会っていうのは極めて稀であるね、極めて稀っていうのはその、世界的には現代においても他にもあるんだけどもそのいわゆる先進国の中でシャマニズムが生き続けてるっていうのはあの日本と朝鮮半島だけなんですよね。で朝鮮半島っていうのはこの場合はその新羅が事実上の統一、その朝鮮半島を統一してそれを高麗が受け継いでそれをさらに李承晴が受け継ぐっていうふうに考えていけばだから結局その新羅においてシャマニズムがこの生きていてそれがその受け継がれていったというふうに考えられるわけです。で、その先ほどその女性の元首が新羅と日本には当時この何とか登場したというふうに言ったけども、いずれもそのシャーマニズム的なものを背景にしてその女性が元首になっているんですね。これはその天皇家であるかどうかっていうことはまあ論争があって決着がついてないわけだけどもその邪馬台国の卑弥呼がまさにそのシャーマンですよね。で、新羅の全徳女王だったかなもうそのまさにそうですね。呪術的性格ゆえにそれに期待されて王位を継いだってことになってますから、それからそのもう一つの根拠っていうのかはその沖縄島なんですけどもこれはご自分でディスカッションにアップした内容を読んでいただきたいと思います。ですからその、この私の高校時代の展示に戻るんだけどもその朝鮮半島からそのものすごくいろんなものが伝わったと特にその品の文物が伝わったということをクローズアップして当時は私は展示したと思うんだけども、それはこの今からこういうこの目でもって見てみたら当たり前の話だって同じ文明内で。まあ何て言うんですかねそのある地域から他の地域にこの、物事が伝わったっていうだけの話ってことになるわけです。で人もそうですし漢字もそうですし、道教しかり儒教しかり仏教しかりです。でそういうふうに見ていくと「日本書紀」等に書かれて行々しく書かれているその仏教の伝来だの何だろうっていうのはみんなその前唾ものっていうことになるんじゃないかというのが私の見解です。でどういうことかっていったらそんなもんその同じ文明圏で、その人もしょっちゅう行き来してんだからその。日本文明圏 その北端に伝わった品の文物というものはほぼリアルタイムで日本に伝わって、不思議はないしまた伝わってたはずだということになるんですね。そうすると、今レアの見てるのは、まあ、人の生きてるのだからなんだけど漢字にしても、道教にしても儒教にしても仏教にしてもその、もうとにかく、スカイム新羅に伝わったら、まあ、ほぼ同時に日本にも伝わっていただろうというふうに想像されるわけです。でその新羅に、足を向けて寝られないのは日本なんでありまして
その日本文明が滅びるところを新羅によって助けられたということを我々は忘れちゃいけないわけです。まあ、だからそれだけその、画期的な貢献を日本に対してしてるわけだから、朝鮮がいくら今その、むちゃくちゃなことを言っても、タイに耐えてあげるだけのそういうその恩義を我々は被ってるということなんですよね。どういうことかっていうと、これもそのちょっと前のコラムに書いたように、白月の絵の戦いで日本は敗れたんだけども、それはその日本軍が敗れたんじゃなくて日本が敗れたんだっていう説が最近唱えられていて、もちろん日本人が唱えてるわけで、そのいやいかにも韓国人が唱えそうなんだけど日本人が唱えてるわけで、その説を私がその目を通した範囲では極めて説得力が高いんですよね。つまりっていうか、そのまさにその日本は、その最終的にいくつの軍が設置したのか分からないんだけど、北九州は一つの軍としてもうその登録されてた段階まで行って、占領軍もいたと。でそれがその短期間で済んだのは、新羅がだから反旗を翻して滅ぼしたばかりであった、まあ、党と新羅が共同して滅ぼしたばかりであった高句麗の移民たちとも話をつけてですね、一緒にこの、党駐留軍を吸収して戦ってその、追い出したもんだから、結局その平坦路を断たれた形になった日本駐留で党軍は慌てて逃げ出して、それで日本はようやく独立を回復したという、そういう歴史があるわけで、もちろん別にその新羅が日本のためにやったわけじゃなくて、まさにその絶好の機会だと思ってね、これがだからその、朝鮮半島南部プラスアルファを統一する絶好の機会だということでもって、新羅がその空気を捉えて、反旗を翻したわけだけれども、そのおかげでその日本文明は滅びずに、済んで今日に至って、今日そのおかげでだからその中共が日本文明総体を掲示しようというところまで、そういうことが可能になったのはいつにかかって新羅のその、おかげであるということになるわけです。でところがその今日の話の第二点がですね、その新羅が日本文明を捨て去って新羅文明へ完全乗り換えをしちゃったという、そういう とんでもない話になってくるわけです。とんでもない話っていうのは要するにその何て言いますかね、その朝鮮半島の人々にとってとんでもない話だというふうに私は見てるわけですね。で そんな必要がなかったにもかかわらずやっちゃったんですよ。で、でそういうその認識はかなり前に、まあ、今年に入ってからではあったと思うんだけど、その到達はしてたんですよ。だけどそのじゃあそれはいつなんだっていう話がなかなかその頭の中でクリアにならないので。かなり前のこのコラムで、その読者に呼びかけたんですけどね。でその時も遠回しな問題設定したもんだから、だんだんその、その私自身の問題意識に近づける形でその、問いかけを再設定させてもらったんだけども、結局私がこれだと思うその回答はなくて、しかしまあ、参考にはなったという2つお二人のを選んでるんだけども、いずれもその名乗り出ていただけなかったということがありますけれども、で、その頃しかしアイゼンゴして私が到達したのは、だからその地名をしなかした、それがまさにその、文明の理解のクライマックスというか決定的な瞬間だったというふうに、思い至り始めて、まあ、現在でもその考え方は変えていません。でなぜですね、なぜその地名をその品風のものにすることが文明の転換かっていうとですね、その、これはだからその当たり前なんですね。そのつまりその北海道に行けばですね、アイヌの地名がゴロゴロとというか、そのほとんどアイヌの地名ですね、今でもね。札幌がそうだしさ、もうとにかく、ありとあらゆるものが、アイヌが名付けた地名ですよね。だから米国に行ったって、そうなんてあって、
あのインディアンがつけた地名が襲名になってるのはいくらでもある。まあインディアナ州なんてのはその、まさにそうだって言えばそうなんだけども、その全て、全てっていうかその極めて多くがそうですし、それから今度カリフォルニアに行くとですね、そのスタンフォード大学の中の通りの前まで、いやこの前もこの紹介したんだけど、あのスペイン人宣教師 の名前を冠したその、校内道路があったりして、その名前を変えるべきだっていう、そういう騒ぎに現在になってますけどね。というのはその、スペイン宣教師っていうのは、現地にインディアンに対してものすごく過酷な扱いをして、随分殺してるわけですよね。そういうこともあって、今だからあの米国の中じゃその、うん、奴隷制に関わったようなこの改革付き人は全部その、追放しようと、あの銅像とかなんか全部撤去しようという、そういう運動が起きてますけども、そっちはその奴隷制の方なんだけども、あその